ホームメイドガーベッジの仕組みシステムレビュー始まりました。ホームメイドガーベッジの仕組みシステムレビュー第93回。はい、始まりまして、はい、始まりました。今週のもう93回。早いね、早いねっていうか、一週間、まあ、一週間早い。ね、早い。はいはいはい。でも、長女ちゃん今週遅いって言ってた。今週は長いって。まあ結構テストが多いからだと思うけど。今週長いって？うん。あ、部活も終わったからかな。ね、部活、そうだね、部活も終わって、まあ今勉強に振り返って。受験生モード？本当だね。まあ頑張っていただきたいですね、じゃあ。はい。割と人生の。ね、そうですね。第一ゲートと言いましょうか。うん。まあ頑張っていただくとして、もう我々はもうそんなゲートとっくに終わって。そうだね、そんなゲートは。まだ、ちょうちゃんの背中を押してあげる、うん。そうですね。そっと肩に手を置いてあげる。頑張りましょう。頑張っていただきましょう。はい。お父ちゃん今週は成果ちょっとあんまり出てなくて、玉乗りロボット作ってんだけど、うん、ちょっと購入したホイールが、この、俺のやろうとしてることに合わず、またホイール選定かなとか思ってんだけどさ、この使ってるホイールがオムニホイールって高えからさ、ああ、どうしよう、ちょっと考え中。買うとしたらいくらになるの？めっちゃいいやつ買うとしたら。いいやつのも1万だね、1個。1個1万なんだ。高すぎるだろ。そうなんだ。まあちょっと要検討です。それともその1個1万のやつ買ったらもう確実に。いや、それがわかんないじゃん、言ってみると。そうだよね。そこがね、不安だよね。うん、なるほど。だからいつもさ、安い、あれ、あの、アリエクとかで買ってんだけどさ。ちょっとまあ勉強になりました。ちょっとね、はい、ホイールが新鋭じゃないから、あ、ちょっと引っかかっちゃうっていうのがあって。もうちょっとこのホイールをね、いいホイールですね、っていうのが勉強になりました。はい、お母ちゃんもブログ書いてますね。あ、そうですね。お母ちゃんブログ。お母ちゃんは、サウンドクラウド？そうですね。サウンドクラウド、フォーアーティストで、楽曲配信してるんですけど、うん、それがだいたい毎月、入金、なんか5ドル以上だか10ドル以上だったら、なんか入金、自動でペイパルに入金してくれるんだけど、うん、それが今月なくて、で、調べてみたら、結構なんかツイッターとかでも、入金されないって言ってる人いたんですけど、はい、どうもいつの間にか二段階認証の設定が必要になっていて、はい、で、なんかメールも来てたんだけど、すっかり見落としてて設定してなかったので、調べて設定をしましたっていうところです。あ、これの設定方法ですね。はい、じゃあ来月以降は入金していただけると。多分、多分、うちに、ただなんか、設定してるけど入金されてないって言ってる人もいたっぽいので、まあちょっとなんかバタバタしてるのかなと。なんかサポートに連絡しても全然連絡が来ないとか。ありがちですね。はい。まあ来月ちょっと様子見で、ちゃんと。ルール変更時によくある。ね。はい。まあこれで。ちゃんと入金がされるのか、様子見という感じです。はい、じゃあ二段階設定の仕方はまあこれで。そうですね。はい。ということで。はい。わかりまして。はい。で、さらにお母ちゃまは、今月は、曲もあ、今週は、はい、曲を2曲久々にタップアップしました。まず、こっちの、リリーストラック376ですね。はい。夏の花火っぽいトラックになっております。夏をイメージした。いいですね。この花火の音が、うん。なんかね、動画、あと、前に家族で行った時の花火の再開の時の動画から撮ってます。めっちゃ綺麗に撮れてんじゃん。うん。ちょっと加工して。いや、そのまんまもうもろ。ノイズ取りもしないの？そうそうそう。まあ、ちょっとしたノイズもね、またいいあれになるから。そっかそっか。うんうん。そうなの、結構。あ、これ音源じゃないんだ。そうなの、なんかさ、そう、花火とかって、ね、あったなと思って。いつも結構スプライス使ってるけど、スプライスってそんなに日本の音源とか、そんなに多くないから、そう、でもこうやってなんか日常の音使うのもいいなと思って。そうだね、今このラジオ撮ってるこのマイクロフォン持ち歩いてもいいかもね。うん、これパッと撮れるし。ああ、いいね。確かに。音もね、綺麗だろうしね。あ、いいかも。あ、でもさ、これ動画から撮ったんだ、MP4 から。そのうち。あ、そっか。じゃあ携帯とかでもいいよ。ね。例えば、海とか行って、海のシーン撮って、その波の音使うとか、結構いろいろ、まあなんか、
いいなと思いましたね。自分の生活をこうやって音楽に落とし込んでいくっていうのも、またなんか素敵なことだなっていう。パラアーティスティック嫌だ。そうそうそう。いい。で、そうですね。で、あともう一つ、リストラック毎月の予定だったんですけど、先月は忙しくて全然曲を作る余裕がなかったということがあって、先月アップできてなかったので、はい、今月のなんかメンバーシップの特典として、うん、商用ワブだけでなく、うん、パラデータの方も特典として、ダウンロードできるようになっております。はい。はい、じゃあ、お詫びのあれとしまして、はい、すみませんが、はい。ということで、なっておりました。先月なかった分、パラデータもご利用いただけるとメンバーの皆さん。はい。じゃあ、メンバーの皆さんも何卒これで一つ。ぜひぜひ、はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2曲目。はい。2曲目、377ですね。これが、久々に、ちょっとロックっぽい感じの、怪しい感じのビートを作ってみました。はい。あ、そう、先週結構、久々にダウ触って、音源を買ったのと、うん、ビーズのバージョンアップと、オゾンもバージョンアップして、いろいろ。ソフトウェアバージョンアップがあったっ、ね。音源系が、はい。まずダウはリーズン使ってて、リーズンが12から13にアップ。そうそうそう。うん。したと。うん、今使っているところでなかなかまだ慣れない。結構変わった。13だって結構変わった。変わったっぽいね。なんか動画見たけど。インターフェースが、うん。なかなか。困る。そう。ちょっと大変かもしんない。ちょっと今苦労しているところです。困る。いやそうだね。使い勝手としてはどうなんだろう。なんかまだ前の方が良かったなっていう気持ちになっちゃうところがあるけど、うん、きっと慣れたらね、なんか使いやすくなっていくのかなって、うん、今模索中です。しょうがない。はい。で、なんだっけ。そうですね。で、音源と、はい、そうですね。で、新しい音源を使って。マキシマイザーが変わったと思うでしょ？マキシマイザーもそうだった。なんかASS の新しい音源買って、うん、で、それ鳴らしてたらちょっとギターっぽい音があったので、うん、あ、それの音ね。うん、その音使って、うん、で、して、そうですね。いきますね。いいですね。また、気持ちも新たに。で、マキシマイザー、オゾンも11にしてみて、はい。うん、オゾンもね、かなり進化してる感じですね。変わってるだろうね、もう。なんかね、9と10はね、正直そんなに変わらなかったの。9使ってて10にアップグレードした時も、うん、まあちょっと音の特性がちょっと変わったかなぐらいだけど、11になるとかなり音の、なんか、自動の精度が、うん、かなりクリアになって、これはいいなって思いましたね。うん、11の自動マスタリングは音がクリアでいい感じでした。はい。じゃあそれを施してみて。そうですね。いやでもね、難しいですね。YouTube のラウドネスで引っかかって、本当の音より 60% ぐらいに下げられてて、なかなかそこで2日間ぐらい苦戦しましたね。最初だから結構音がしょぼーくなっちゃって、まあ、たびたびあるんだけど、まあ、それ今回オゾンでちょっと見ようかな。実際の音源はもうちょいいんだろうけどね。そうそう、サウンドクラウドで聞いたらなんか音はもっとクリアなんだね。だからでもさ、なんかほんとさ、YouTube はでも一番聴いていただけるからね。ねえ、なんかマスタリングのさ、プロの人とかの音源ってすごい綺麗だなって。でも何、その YouTube 用のなんとかってないの？ん？ YouTube 用のプリセットとかってありそうじゃね？ねえ、あり、それがなかったんだよね。そう、なんですよ。難しいね。マスタリングはもう職人の世界、それ専用でご飯食べてる人がいるわけだから。プロ音源ってさ、イヤホンで聞いても、ラジオに乗っけても、テレビで聞いても、品質いいわけでしょ、うんうんうん、あれもう、そうだね、魔法じゃない、魔法じゃない、ね、あの、すごい。信じられない。技術力。あれ、それちょっとね、そう、まあ。そこ頑張っちゃうとね、作詞も作曲もしながらそれぞれちょっと多分爆発しちゃうかもしれないね。まあでも、いいソフトウェアに助けてもらえない。そうですね、助けてもらいつつ。楽しいからね、マスタリングはマスタリングで。いやー、私は好きじゃないんで、苦手。マスタリングは本当に苦手です。じゃあ、いいソフトウェア。そうですね。いい AI、AI が、その辺を職人のその、そうですね。マジな部分も、そう。勉強してくださるでしょう。ね、いや、でも、なんか、バブで聞いたら普通に綺麗にしてるのに、YouTube で繋げられるっていうのが、やっぱ結構辛いところですね。まあ、そこも加味した。本当ですね。で、ラウドネスっていうのが、うん、あれ、音の、なんて言うんだろう、単純な音圧とか大きさじゃなくて、音のなんかね、体感的なやつを機械でなんか判定するらしいんだ。で、どうもね、
音の密度にもよるんだよね。だから周波数帯域で分けてとかみんなやってるんでしょ、うん、あ、そうなんだ。だからさ、ね、ロック系の音とか結構ドラムがさガンガン鳴るじゃん、うん、だからね、難しい。あ、だからさ、トラップとかだと音の密度がそんなに濃くないから、うん、そんなになんていうのラウドネスが引っかかんないんだよね、うん、そう。だから低音域、ロックだと低音域、中音域に集中するからさ、即削られて高音長くなっちゃうとか、あ、なるほど、ね、そういうイメージ。そういう感じなのか。いや、はい、そこをか、そこを加味して、そうですね、まあ、ミキシング、マスタリングっていうのをしないと、はい、ね、ほんとそういう感じなんですね。だってお客さんも何で聴いてるか分かんないわけだからさ、そうだよね。そ、 YouTube ターゲットにするっていうのも、うんうん、まあね、間違ってんだろうね、きっとね。あ、ただね、YouTube だけじゃなくて、Spotify だっけ？ Spotify も下げられるらしい。そうかそうか。ラウドネス。14とか10、だいたい YouTube と同じ似たような数値。だから、どこ持ってってもいいよ。どこ持ってってもいいよとにしないといけないってことでしょ？ね、はい。大変ですよ。失礼ございますね。はい。はい。じゃあ、今週そんなところで。はい。今週は、あ、来週？マジで夏休み前に頑張っていかないと すぐ夏休みに飲み込まれちゃうと思うので。夏休みですね。ぼちぼち。いや、そうですか。またちょっとね、長女ちゃんが受験生なので我々どうなるかちょっとわかんないですけど、ね。そうですね。まあ皆さんはどこかにお出かけするのでしょうか。また予定など教えてください。ぜひぜひ教えてください。じゃあ。来週も頑張りましょう。また来週、さようなら。